緑の建築、緑の建築、またはグリーンビルディング、A グリーンビルディングは、建築と敷地利用、エネルギーと水、資材の集積を高め、敷地、デザイン、建築、作業、維持、除去から完全な建築、ライフスイールを通して、人間の健康と環境に影響を与える、建築の現象の実施を行うことである。定義にわずかな違いがあるが、 緑の建築は時に持続可能な建物または環境建築物として盛られている。緑の建築の実施は増大する生産力により削減された作業費用を含む利益とエネルギーと水の使用を低減させ室内空気の質の改善がされるべき講習及び居住者の健康を導き雨水流産水の減少によるヒートアイランド現象などの環境への影響を 減少させる。緑の建築は持続可能なデザインの持続可能な発達と一般の指示の関連している概念の書くことのできない構成要素である。緑の建築の実施は構造とそれを取り巻いている自然と作られた環境の間で生態学的だけでなく美学の調和を成し遂げることが求められる。 持続可能な家や建物の外観やスタイルは、それらより持続可能でない告示したものとほとんど識別、不可能である。緑、環境保護の設計は、例えば、受動太陽光や活性太陽光で太陽光を利用したり、高気電性技術と緑の屋根や雨庭で植物や木を利用して雨水の流出を減少させる、などの再生資源の有効利用をよく強調している。 駐車場にコンクリートまたはアスファルトではなく敷き詰められた砂利を使用して地下水の補給を高めるなどの他の多くの技術がよく利用されている多くの国々が建築のエネルギー能率の独自の基準を作っているそうじてみるとほとんどのプログラムは特に建物のエネルギー効率に重きを置いている緑の建築プログラムを用いることで助成金や 税金控除を実施している政府も多い。しかし、国によって基盤となる産業構造、文化、人々の環境に対する受け取り方が異なるため、グリーンビルディングのプログラムは各国でかなり異なる。グリーンビルディングプログラムが建築資材や外国資本に対する輸入障壁として働いている場合も見受けられる。バラコは実際、収穫後の植物の乾燥した残り物である。 わらこりの家では小麦、オート麦、オオムギ、ライ麦、米やたが化粧漆喰で覆われる壁の作成に大部分利用されている。どんな種類の干し草やわらでも作ることができ、わらの茎にある繊維が少なければ少ないほど良い。なぜなら、繊維中の水分が自動的に燃焼できる性質を引き起こすから。好ましいわらは実際、オート麦や大麦のような綺麗で白いわらである。 三つの繊維リは、より強力な建築に最適である。わらパネルの家は、労働集約的なわらリの家の建設に、商業上変わるもので、既存の労働力が適当である、現代の住宅建設技術からの少ない偏差が求められる。数人の労働者は一日未満で一世帯のわらパネルの家を建てることができる。繊維押し出し工場で製粉され、 極度に圧縮された藁から作られた藁パネルには、コンクリートの耐久性、石膏のような表面仕上がり、従来のガラスの絶縁製品の絶縁価値と、遮音パネルの吸音特性がある。繊維押し出し成形は、MDI、または、重合化学物質の含まれていない植物、繊維独自のセルロース、接着剤をパネルに使っていた。したがってそのパネルが配備される環境に期待を、 発生させ、価格製品はない。スイッチグラス、米や麦を含む、少なくとも20の農業廃棄物繊維は、押し出し成形によりわら建築パネルにすることができる。繊維押し出しプロセスがとても安価で良質な、建築資材を作るので、巨大団地計画のために、世界中で見直されている。キャスビーが2001年から導入されている。詳しくはキャスビー。 オーストラリアの緑の建築協議会は、自国の緑の建築基準を緑の星として知ってもらっている。2007年に、グブカは、オーストラリアの緑の建築協議及び、緑の都市、我々の未来の銃という博覧会を主催した。カナダは2000年以降に建設される、新しい建物の R2000 指針を実行した。同期は建築者を、 R2000 水準のエネルギー効率の増加と持続促進するための活動に向き合わせるために持ちかけたとだった。2002年12月、カナダはカナダ緑の建築協議会を創設し、2003年7月にアメリカ緑の建築協議会からカナダの環境がリード・ランクシステムに適合するとして唯一の認可状を得た。 緑の建築技術を用いるドイツの開発は、下記のものを含んでいる。インドの企業の連合は、インドの建設部門の持続可能な促進において、活動的な役割を担っている。インドには、多くのエネルギー効率の良い建物があらゆる種類の気候区分においてある。マレーシア、サイリウムの水準と産業研究学会は、緑の建築技術を促進している。 マレーシアの建築家、ケン・ユーングは生態学的な設計の区域の顕著な声である。環境意識建築のための連合は1989年のイ、e、クビー以来持続可能な建築を促進させてきた。緑の建築通信は日韓緑の建築ニュースを本社ウェブサイトで公開している。イギリス建築規制には 建築構造における絶縁レベルと他の外観が求められるイギリス住宅建設におけるエネルギー効率参照。アメリカ緑の建築協議会はエネルギーと環境設計、またはリード・ R ・ユスグビシ緑の建築ランクシステムでの指導を通して緑の建築の持続可能な設計を構成する有力な定義を開発した。 ユスグビ氏は今までに7000以上の組織を会員として誘致してきたアメリカ緑の建築協議会は州と地方の緑の建築とアメリカのイニシアティブのリストを維持している主流の住宅向きで商業的建築をする緑の建築を制約した建築工業指導者の非営利ネットワークであるグビーは建築が環境的前進するだけでなく 手頃な値段で実行してくれる、建設業者が実施してくれることを信じている。米国環境保護庁のエネルギースタープログラムは、エネルギー効率のための商業建物を評価し、エネルギー効率が良い建物の設計のための水準に、合う新しい家にエネルギースターの資格を提供する。2005年に、ワシントン州は、緑の建築の立法を制定するアメリカ最初の州になった。 法律に従って、州の資金を供給された校舎を含む、敷地面積が5000平方フィートを上回るすべての主な公共機関設備は、建設、または修理において、リード水準を満たす、または超過することが要求される。そのような法律から映し出された利点はある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。